こんにちは。今日は1週間分の食品の買い物のリストや献立についてビデオを作ってみました。だいたい日曜日にマルシェで新鮮な野菜を購入して、で週の初めの月曜日にスーパーに行ってお肉や他の食材を購入します。でスーパーに行く前に買い物リストを作っていって余計なものを買わないようにしています。こんな風に1週間分の献立を黒板に書いてキッチンの壁に飾っておきます。これをすることによってルドも今夜は何を食べるのかなって一目瞭然でわかるし、私も今日は何を作ろうとか考えなくて済むのでストレスフリーです。で一応月から日曜日まで献立を考えているのですが、これと全く同じように食べることはなく、今日はパスタが食べたくないなと思ったら次の日の献立のステーキなどを食べたり、いろいろ臨機応変にやっています。2人ともランチは家で食べるのですが、ランチのミールプランはしません。で夕飯だけミールプランを作って、ランチは基本的に前日に残ったものやラーメンやパスタやチャーハンなど手軽なものでいつも済ませます。こんにちは。今フランスのスーパーに来ました。今日は1週間分の食料を買いたいと思います。今月は中国のお正月なので、スーパーのテーマが中国でした。なんか醤油とかも売ってるので買って帰りたいと思います。これが1週間分の食料品です。で、これはミルクパン、これはミルクパンの中にチョコレートチップが入ってるもので、これはクッキー、これはオートミール、これはブラウンシュガー、これはルドと私の牛乳、これはバレンチーノの牛乳で、冷凍のひき肉で、パイシートで、ベーコンの切ってあるやつ、インゲン豆で、砂の中で生えた人参、黄色い人参、紫色の人参、生姜、ポテト、レモン、エシレバター、コルシカ島のチーズで、バナナ、七面鳥、豚肉のステーキで、グリーンピースで、冷凍のほうれん草で、プロヴァンスのロゼワインで、イタリアのトマトソースで、でこれはスパゲティと、これはニョッキで、これはカネロニとで、デマエッチョも売ってたのでデマエッチョも買いました。で、オレンジジュースのオレンジで、ココナッツミルク、カレーとかに使うココナッツミルクも買いました。で、玉ねぎ、キッコーマンの醤油、バレンチーノのお米のふかし菓子で、これはトウモロコシのふかし菓子で、これはバレンチーノのヨーグルトで、これがレトルトのバレンチーノのご飯です。時間がない時にすごく便利です。フランスは新鮮な魚があまり売ってないので、魚のレトルト食品を買いました。で、これはアサヒビールで、フランスのパン粉です。で、全部で100ユーロぐらいです。スーパーに行ったりミールプランニングをしているビログとか大好きなので、このビデオを撮ってみました。
最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次のビデオで、バイバーイ。